歌を聴いていただきました。もう深い状況ってね、はい、もうこれね、モーターンとかって言ったらもう結構皆さんなんかこう懐かしい感じの、曲調を思い出すんじゃないですか。だいぶ古いような、あれ結構モーターンとか流行ったって何年ぐらい前なんですかね。1970年じゃないですか。モータウンというのはですね、まあ、マイケル・ジャクソンの、小さい頃、子供の頃、ジャクソン5、大体それが70年代の初期ぐらいかな。その時ね、いわゆる黒人の人のポップスミュージックです。それがモータウンでございます。はい、ということでございました。私ね、ちょっとここで歌わせていただくの2回目なんですよ。前回5月に、その時はね、コテコテのブルースでここに出させてもらって、なんかスイートホームシカゴとかね、コテコテのなんかもうね、寝ちゃおうとした歌を歌ったんですけれども、今回はね、選曲を私作詞作曲ちょっとさせていただきまして、はい、オリジナルで引っ提げてやってまいりました。なんかすごく爽やかバンドをちょっと目指しているのでさらっとさらさらっとこうお茶漬け食べれるようなそんな感じで爽やかバンドフロータでございます。よろしくお願いいたします。じゃちょっとね、次の曲は You and Me という曲で、これはちょっとイメージで言ったらなんてニューミュージックみたいな感じのイメージですかね。はい、そんな感じです。はい、ちょっと You and Me 聴いてください。
B です、はい、ありがとうございます。もうね、ギターのね、ニレさんがね、もう新曲作ってこいよって言って、もペロって言ってくるもんですから、もうむずもうね、怖いですよ次までね、新曲2曲作ってきてなとかね嘘やんっていう感じもうなかなかね、この曲に歌詞つけてやとかねさらっと難しい曲持ってきはるんですはい、まあね、そうやって頑張って作った曲でございますはい、ちょっと次の曲はですね、15年ぐらい前に私が当時ちょっと組んでたね、ギターの子が結婚するとかっていうのでめでたいな言うて作った曲なんですけれども、まあ、もうそのことは逆にね、私はもう喧嘩ばかりしてもうたんで、もう二度と会うことないんですけどその時の歌を歌いたいなと思いますね、永遠とか言ってとはっていうことなんですけどね、永遠に別れてもらったって感じですね、何十曲じゃあ聴いてください。とは